どうも薬剤師の衣笠奏人です。今日はですね、これから薬学部に入るみんなに向けての動画になっております。これからもね、勉強どうしたらいいかなとか、部活のこととかいろいろね、心配やと思うんで、そういう動画とかも出していったりするから、ぜひチャンネル登録お願いします。ということでね、今日は7つ勝手に、質問を考えてきました。みんなが気になるであろう7つのことについて、僕は今から答えていきたいなと思います。では1個目、勉強は大変っていう質問なんですけど、まあ勉強はね、これはね、割と大変かな。まあ俺は大変やったなんか天才的な頭脳を持ってる人とか、めっちゃ賢いやつとかは、その大変やったんじゃないんかなとは思うんやけど、それでも毎日勉強してたし、テスト前とかは見てて、賢いやつらも、だからまあ結構勉強はせなあかん。もう俺もやっぱり1、2回生3回生とかは授業出ずに遊びに行ったりとか休んだりとか、まあよくやってたんやけど、結局授業聞いてへんから、全然理解もできひんし、なんか周りの友達とかにプリントとかノートとか写させてもらったり、コピーさせてもらって、結局迷惑かけなあかんかったし、今ではすごい反省してるんですけど、まあ、その時に、ね、助けてくれた友達たちありがとうということで、まあね、ほんまに大変、まあ大変やったよ俺は。だからテストもだいたい1ヶ月2ヶ月前ぐらいからね、まあ多くの方がみんなテスト勉強しだしてっていう感じやね。だいたい 1、2回生で、まあ、物理、化学、生物とか数学とか英語とかそういうのやって、で、まあ、だいたい2回生の後期ぐらい、2年生です、2年生の後期ぐらいからまあ、専門的な分野に入り出して、3回生3年生とかで、まあ、やっぱり、ね、薬理、病態、薬物治療、ね、薬物動態とか、まあ、そういうのがちょっと、ザ薬剤師みたいな感じのことを専門的にやっていって、4年生で、まあ、実務的なことをやったり、あとは法律、薬剤師法とか、なんかそういう堅苦しいやつの学んだりとかしてやっていって、で5年生で病院実習と薬局実習を3ヶ月ずつ行ったかな俺は。で6回生6年生でまあ受験勉強っていう流れやったんやけどね、やっぱり結構やっぱりそのうちの大学もストレート卒業率 60% とか言われてて、ほんまかどうか知らんねんけど、結構ちょっと先輩らとかが同じ学年にいたりとかすることもザラにあったし、一緒に1年生1回生で入ってんのに、気づいたら2個下とかなっちゃってる人とかも普通にいたし、まあでもそれってなんかその人が何もサボってたとかいうだけじゃなくて、単純にほんまにちゃんとやらなあかんような、勉強せなあかんような学部なんかなって感じです。すいません、ちょっと長くなっちゃった1個目の質問から、はい、ごめんなさい。2個目ですね、授業は出るべきか。もうさっき言ったんですけど、まあもう授業は出るべきかな。あんまり出なかったりとかすることもあったんで、何とも言えないんですけど、出た方がいいと思います。3個目、遊べるか。これは遊べるです。遊べます、全然遊べますね。テストの前の 1、2ヶ月とかはちょっと遊ぶのを控えたりとかする方が多いかなと思うんですけど、それ以外の時期は全然遊べるし、追試とかもなければ、夏休みとか冬休みに学校来て勉強してテスト受けたりとかせなくていいんで、普通にテストをね、定期試験全部フル単って言ってね、全部単位取れる子とかはもうまとまって何ヶ月とバーって遊んだりねしてましたよ。みんな特に低学年1年生2年生、あとも3年生の前期ぐらいまではまあ結構遊べると思いますし、実習の期間も別にテストとかない、僕の大学はなかった、あるとこもあったみたいなんですけど、なかったんで、まあ遊べるかな。はい、4つ目、バイトできる。バイトはできますね。だから僕6年生の夏ぐらいまでバイトやってて、結構ねいろんなバイトやらさせてもらったんですけど、ただやっぱりそのテスト前ですよね、これ結構休まない猛者もいたんですよ。賢いやつとか、賢くないのにやっちゃってなんかそのまま留年しちゃうとかいう人もいたんですけど、まあそこのさじ加減はご自身で判断してもらって、まあバイトも頑張ってね、勉強とバイトをね両立してやっていってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。結構塾講師とかねやってる子とか多かったかな。5番目、友達ができるか。友達はねできると思います、正直言って。
友達いない子はいなかったなって正直思うんで、友達はできますよ、うん、そこはね全然心配することないと思います。僕の場合はクラス制やったんですけど、同じクラスで出席番号とかもあったんで、その前後で仲良くなってとか、あとは大学に入る子たちのグループラインみたいなのが多分 SNS とかで検索したら出てくると思うんで、そのグループライン入れてもらったら最初から友達できるみたいな、僕はそのパターンでしたね。だから1回生のもう春からお花見行って、みんなで大学生らしいことをやってたかなって感じですね。6個目、部活サークル入るべき。これはね、入るべきです。これは強く言いますね。その友達できるっていう観点から見ても、部活サークルに入れば、まあ、絶対友達できるし、あと逆業的なことから見ても、部活サークルに入ることによって先輩からの過去問とかをもらえるわけですよ。やっぱり薬学部はやっぱりその過去問を参考にして作ったりする教授とかもまだまだいると思うんで、中にはね、過去問見ても意味ないぞとか言ってくるね、ちょっとね意地悪なね教授もいるんですけど、まあこの言ったら怒られますけど、まあでもね、過去問にも出てるような、頻繁に出てるようなものを出してくれる先生もいるんで、過去問は絶対にやった方がいいんで、もらった方がいいから、部活サークルに入って先輩から過去問をもらうっつって、うん、そのためにはもうやっぱり先輩と仲良くして、よいしょよいしょして、ちゃんともらわなあかんな。で、最後の質問ですね、7個目、彼氏彼女はできる。まあそこなんですけど、これはねできるんじゃないですかね皆さん。僕はね多分できると思います。っていうのも、これはねやっぱり短科大学とそうじゃないかにもよるんかもしれないんですけど、僕はもうね、薬科大学だって薬学部薬学科しかなかったんですけど、やっぱり狭いコミュニティやし、距離もやっぱ近いんで、比較的そういうのできやすいんじゃないかなと思うし、あとこれはね男の子がちょっと得やなと思うんですけど、やっぱ薬学部って男子の方が若干少ないんですよね割と。なのでここはね、もう男子諸君、倍率がですよ低いんで、男子の分母が少ないんで、そこはねやっぱり頑張ってもらって、うん、ちょっと大学生らしくね、ちょっと、まあ、おしゃれとかしちゃったり、あとはね髪の毛とか染めちゃったり、メガネつけてる子はコンタクトにしちゃったり、うん、まあちょっと分かんないですけど、まあね、そういう風にして、まあウェイって感じでやってればモテるんじゃないですか、分かんないですけど。でもまあ割とみんなその薬学部の同士、その大学内で恋愛している子たちは多数いたので、そこら辺もまあ楽しんでもらえるんじゃないでしょうか。はい、ということでね、7つの質問にね、勝手に自分で作って答えていきましたけど、参考になりましたかね。まあちょっとね、嫌な話、勉強の話とかもしましたけど、まあでも比較的普通に楽しめると思うんで、全然なのでね、大学生活楽しんでください。ということで今日の動画は終わりです。バイバーイ。